続いては岡崎さんの注目ニュースです。ニュースというか、はい、重箱の隅をつっついて、ケチをつけるという、<laughs> 今の株価の上昇に、なんだか、何かというと、アメリカの金利、ええ、アメリカの債券市場が、ちょっとこう、あまりよくないメッセージを発しているぞという、その継承です、アラートが鳴ってるぞという、はい、その話をしたいと思うんですが、本当にちっちゃい話なんですよ。ちっちっゃい話だから もういいよ、そんなちっちゃい話とっ思う方はもう消してもらってもいいんですけども。いやいや、マーケットはいつも一番のカナリアがなくね、小さなとこから始まりますから。<laughs> ありがとうございます。今回のそのカナリアの役目っていうのがアメリカの5年の金利なんです。はい、今、グラフでお見せしているのは、 えっと、去年の7月の26日、つまり最後の利上げをしてからのアメリカの10年と5年の金利の推移なんですね。はい、最後の利上げをしたときに、えー、10年の金利はまだ3%台だったんですねで。5年の金利が先に4%台に達成していました、はいで。それがずーっと上がっていきます。10月19日まで金利が上昇し続けます。 で、この間、見てもらうと、5年金利の方が、早いスピードでどんどん上がっていくのは、当たり前ですけども、FF レートがどんどん上がっていくわけですから、FF <え>レートっていうのは0年金利ですから、0年の金利がどんどん上がっていく。10年と5年と、どっちが0年に近いかって言ったら、5年の方が近い。はい、だから、0年が上がっていくから、5年の方がより先に上がっていく。10年後からついていく。まあ、これが、イールド株の逆転といいますか、逆イールドという形を作っていくんですが、これは、ごくごく当たり前の動きです。金利差の動きはこれです。 ところがですね、ここでピークつけた後、今度はもうこれ以上は利上げがないんだと。うん、というふうなコンセンサスが市場に広がる中、金利が下がっていきます。はい、今度金利が下がっていくときは、0年の金利が5.5、まあ、まで上がりましたけど、やがてはこれ2.5に下がるんだということになってくると、5年の方がこれ先に先に落ち始めるんですね。うんうん、でこれで金利差がこのようにだん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 逆転していきます。逆転していって見てもらうと、今回の ここ半年間の中では12月27日が一番金利が低いところなんですが、それ以降はですね、しばらくの間、5年金利よりも10年金利の方が高い、イールドの、いつもの健康的なですね、債券市場の金利の形になっていたんです。ところが、ところがところが先週の金曜日からこれがまた再逆転してしまったんです。再逆転して、これは実は PC が発表ありました木曜日でも再逆転したままです。 えー、ちょっと細かい円になってますから、えーと、イールド株でお見せするとこんな絵なんですね、えー、最初にまず青い折れ線グラフが7月26日最後の利上げのところです、見てもらうと10年が一番低いですょう。はい ここ、要するに短いほど、短くなればなるほど0年の金利が一番高いからっ引っ張られていく形なんですねで。それが10月19日、金利が一番高かったところはこんな形です。大体、まあ、ここフラットですよね。ところがその後12月27日、一番金利が下がったところ見ると5年までが、5年のところが一番下がっていく。ね、5年からこう上がってる。ところがこれがまた2月27日の段階だとこんな風に5年よりも えー、7年、5年よりも10年の方が金利が高くなってしまったという、こういう現象なんですね。そんなの細かいとこだろうと、5年と10年どうでもいいじゃないかと思えるかもしれませんが、えー、長らくアメリカの金利を見てきた人間からすると、この心配は何かというと、はい、例えばこの絵を見てください。10年と5年の金利差です。通常2年と10年とか、みんな見てますけども、2年と10年なんていうのは、 あんま興味ないんですよ。あ、そうですかまあみんな見てますけども。<laughs> ええ、それ FF を見てりゃいいだけのことであって。で、というのは、まあ2年っていうのは、まあ先行き2年間の FF レートがどうなるかの予想だろうという、極めてシンプルな。あるいは2年の金利だけ突出して上がるっていうのは、例えば2年とか3年の、えー、いわゆるハイイールドと言われている、格付けの悪い債券市場の え、資金需要が高まるケースなんですけども、その格付けの悪い債券市場っていうのは、サイズがすごい小さいので、そんなに心配してないんですよ。うん、で細かいところを見てる人間は、この5年を見て、私なんか見てるんですけど、なんで5年かっていうと、5年っていうのは、アメリカの事業債。はい。え、非金融法人なんかのですね、例えば SP500 っていうのは、大概トリプル B なんですけども、そのトリプル B っていうのは、大体債券発行する時ときが5年から7年なんですよ。その、SP500 の500社が、えー、例えば、 債券を発行して、何かに投資しようと、お金が必要になった時に、一番反応しやすいのが5年金利なんですよ。もっと言うと、金利の調達コストが5年なんですよ。はい。で、この5年と10年というのの、これ、金利差を見ていると、これはこれで綺麗な循環をしていると。例えば、えー、短期金利が、0年金利が上がっていくと、それに引っ張られて5年がマイナ、年が高くなって、これマイナスになる。マイナスになる。マイナスになる。今回もマイナスになる。うん、この形なんですが、この時、さらにこれを、 本当に細かい話なんですけどね。米粒みたいなものを探すんですけども、例えばここ、例えばここ、そして今回なんですけども、これどれも共通するのが、こんな風に一回、えーえー、ね、あの、逆転したものは、一、はい、回,回あの、元に順位流になろうとして、もう一回再逆転してるんですよ。ほー。例えば、ここなんかはもうこのままスルスルっと上がってますでしょ。ええ、ここはもうそのままスルスルっと上がってるでしょ。はい。例えばこういうとこは、もう一回落ちたのが、 一回も、あの、普通にイールドになって、また再逆転して戻ってる。今回も再逆転して、再、また再が、二回目の再逆転をしてるんですね。ちょっと揉み合いみたいな感じですねそんな感じなんですよ。えー、こういう時に何が起きてるかというので、ちょっと過去の話を見てもらいたいんですけども、はい、例えばここです。これは古い話です。 1989年の利上げの局面です。1989年の利上げの局面、えー。この時代はまだ肯定部合を使われていたので、肯定部合をこの、えー、緑の点々点,点で表しています。で、これを7%が肯定部合の最高値の水準。最一番高い水準なんですね。この間、10年と5年です。10年と5年がどんな風に動いたか見てもらうと、えー、これ順ル度だったものが逆ルドになりました。利上げが続いているからですね。で ここでもう終わったと思って、もう利上げが終わったと思って、一回また1ードになる。しかしまた最悪点がこんな風に起きてるんですね。うん、これ、最悪点が起きて、で、最後の最後、これでもう、ここ、この辺まで来て、やっともう利上げ終了だということになって、今度は5円の金利が下がっていくんですが、見てもらいますと、ここまで下がったものが、10年金利が、えー、左軸ですから、まあ7.5だと思うのが9、9%ぐらいまで1.5%上がってるんですよ。この間に結構金利が上がってるんですね。うん さらに、その次の時代ですね、これは2006年から7年です。利上げが最後終了しました。この時も、ここでですね、一旦純イールドになったものが、これもう一回逆転しちゃうんですよ。つまり、もっと早く利下げが来るかなと思ったら、なかなか利下げが来なくて、結局、この10年金利の水準を見てもらうと、5.2%ぐらいだったものが、一旦4.4まで下がるんですけども、また5%超えてきてるんですよね。もう一回金利が上昇してるんですね。 そして今回です。今回もここで5%がピークだと思ったのが下がったんですが、今上がり始めています。これまでのパターンで言うとですね、これひょっとすると4.5とか4.7ぐらいまでは10年金利もう一回上がるんじゃないかなという気がするんですというのも、そのこの金利というのは何も FF レートの力だけで動くわけじゃないんですよ。その10年には10年の。 5年には5年の、あるいは30年には30年の、それぞれの小さなマーケットがありますからね。FF に比べると小さなマーケットですけども。例えば5年は先ほど言ったみたいに事業会社の。うん、あるいは10年はというと、アメリカ国政府とか、政府の資金需要財政赤字とかそういうものですね。例えば30年でいうと、典型的な例として住宅ローンとかこういうのがあるんですけども、もう一度ここを見てもらいたいんですけども、今回、明らかにですね、12月27日以降の展開が、 これはっきりとしたですね、何らかの強い金利上昇圧力がかかっているような、そういう動き方。えー、それも5年に、五年に強い金利上昇圧力がかかっている形なんですよ。で、ここでじゃあ5年で何が起きてるのかっていうと、これは新聞報道で2度ほど出てきたと思うんですが、はい、資金調達ニーズが<う>、えー、事業会社がですね、M&A のために社債を大量に発行しているというニュースが12月から、 1月2月と連続して出始めています。はい、何が言いたいかというと、5年の金利は FF に採用される、あるいは10年金利に採用される、もの2つの強い要素があるんですが、5年独自の資金需要も当然そこには存在する。で5年独自の資金需要っていうのは、事業会社の資金調達ニーズ。事業会社が分かりやすく言えば、今株がすごい強いでしょう。うん 一番まあ、はっきりとしてるのが M&A 絡みのですね、資金調達なんですよ。株がこんだけ上がってくると、株が、これエンタープライズバリューって言うんですけど、株が上がってくると、企業にしてみると担保価値が増えるんですよ。担保価値が増えるってことは、これまたお金を借りやすくなるんですよ。金利が高いから、高いからお金借りないだろうと思うのは、これ素人考えて、例えば6、6%で借りようが7%で借りようが、買収したら15%の利益が出ると思ったら、 これお金っていうのは借りてきて投資しますよね。はい、住宅ローンも同じです。7.5とか8%高すぎると思うかもしれないけれども、いやいや、毎年10%上がっていくんだと思ったら借りる人はいっぱい出てきます。まあ、トータルプラスになるわけですからね。その通りです。で、そのあたりの仕組みを分解するために、こういうグラフに表してみました。うん、これ本当に今専門的な話で、はいえー、まあ、これ10年目の債券ファンドマネージャーの議論に至ったと思いますけども、ね。<laughs> すごい。<laughs> えわ、ー、かりやすく言うとですね、あの、5年の金利というのは、はい、 1つは5年の実質金利と、うん、それから5年間の先行き5年間の期待インフレ率という2つに分かれます。国債の利回りに乗っかるのが信用リスクというのがあってつまり社債というのは実質金利と期待インフレ率と信用リスクと3つでできてるんですよ、簡単に言うとね、はい、もうざっくり分解すると。で 今、5年のアメリカの国債利回りが上がっている。その理由をまず分解すると、実質金利、物価連動国債利回りは、これ12月27日のボトムから、こんな風に4割4割と25ベースぐらい上がっています。これは FF レートが0年金利が上がる。0年金利が思ったよりも下がらないぞという、そこを折り込んだ部分だと思います。 で、一方で、信用リスクを見てもらいますと、いや信用リスクこっちですね。信用リスクを見てもらうと、これ下がってるんですよ。うんですね。信用リスクが下がってるっていうのは、これは、そんだけ債権を発行してるんだけれども、社債の価値としては、うん、これ、割高に割高に、もっと欲しいもっと欲しいという考え方をしてるんですよ。信用リスクが下がってるんですよ。はい、で これで期待インフレ率というのはこれ逆にこれ上がっています。これは要するに5年の国債利回りが上がっているのがここに現れてるんですけどもね。この3つから言えるのは、えー、国債の利回りは上がっている。だけど実質的な社債の信用リスクは下がっている。はい。それだけ投資家が社債を買って国債を売ってるということなんです。うん、社債を買って国債を売ると、えー、社債の信用リスクは下がっていきます。はい。 で、国債の利回りはこの二つの合計でありますから上がっていきます。こういう感じなんですね。人々が国債売りの社債売りに、それだけ社債の今供給が増えていることもあるんですけども、まあ十分魅力的な利回りだということもあるんですけれども、この結果何が起きるかというと、5年の金利がじわじわと今見たように上がってきた。5年の金利はおそらくここで部分的なですね、えー、受給の不均衡が生まれていると。5年の金利が上がっていくと今度は10年金利が いつもと逆です。普通は10年金利に引っ張られて5年が動くんだけども、今は5年の金利に引っ張られて10年金利が上がっている。過去89年から90年もそうだし、過去06年から07年もそうなんですけども、一時的にこの現象が起きていると私は判断しました。で、PCE のデータが良かったんで、金利は下がったんですけども、これ簡単には下がらない。むしろ10年金利が4.5%に行く可能性をはらんでいる動きだな。となると、 アメリカの今、で史上最高値を取ったナスダックの動きなんですけども、これも、そんなに楽観もできないんじゃないかな。まあ、今日は、え今週は、え面白くない話ばっかりして、え強気の投資家の方から怒られるかもしれませんが、アメリカの株式市場も、決してこれ、簡単にですね、スイス行く形ではないぞと。金利がこのまま下がんないとしたら、もう一波乱も二波乱も、6月の利先までの間には、 ある可能性がちょっと残ってんじゃないかなっていうのが私の今日の皆さんに伝えたいポイントでございます。先日のバフェットさんの言葉も気になりますね。そうなんですよ。結局、バフェットさん、まあ、経験長いですからね、自然自然とこういうのを見てらっしゃると思うし、あの冒頭で言いましたけども、いやいや、腹八分目にとか思ってらっしゃって現金を増やしてんじゃいらっしゃるんじゃないかと思いますね。はい。岡崎さんの注目ニュースでした。 では最後に番組からプレゼントのお知らせです。岡崎さんの著書、野生の経済学で読み解く投資の最適解、日本株で勝ちたい人へのフォワードガイダンスを10名様にプレゼントいたします。番組ホームページの応募フォームよりご応募ください。当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます。そしてもう一つ、現在 BS1212 では各週土曜日朝6時からマーケットアナライズコネクトを放送しています。 投資を始めたばかりの人、新しいニーサの始まるなということで今準備をしている人、そして投資の世界を通じて経済や企業の知識を深めたい人などにぜひ見ていただきたい内容をお届けしています。次回の放送は3月9日土曜日です。どうぞご覧ください。そして週間のマーケットをラップして投資の情報をお届けしています。こちらの YouTube は毎週お届けしていく予定です。どうぞチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたテレビ、YouTube でお会いしましょう。 さようなら。